函館地区の従業員向けっていうことで、岡崎先生からこの実証事業の最近やってる取り組みですけども、そこについて少し情報提供というのかな、そこについてご報告いただきたいと思います。ではお願いいたします。あ、岡崎です。よろしくお願いいたします。私は能代 の小泉先生、今日は石川の方に行かれてますので、代わりにご報告と、今日会場に来ていただいている桜川先生が参加いただいた工場と結ぶというところの報告を速やかに進めていきたいと思います。小泉先生の、全部で3つあります。小泉先生の報告は、この ICT を利用した死亡診断等ガイドラインというのが出ておりまして、これに基づいた医師の指示に受けた看護師さんが死亡診断書を作成するというモデルを実証してみました。Q&A とかも平成29年令和元年には Q&A の改定もされていて、オペレーションは決まっています。で、実施日は去年の5月に看護師さんの要件として日が実施しております研修会に参加して、自治特訓トレーニングですかね、実際の亡くなった方の扱い等もやった上で終了証を受領したものということになっています。で、その、今回は大塚さんという看護師さんに参加いただいて、小泉先生との、セットで、この対応流れをやってみました。実際にちょっと字は小さくなってしまってますが、オペレーションの流れだとかも、習ってきたものをより現場に合わせてマニュアルを作り直したことや、あと報告するときにまずドクターと情報共有するための、その観察表というのも整理してあります。実際に小泉先生は iPad で見ながら、患者タップというところで頭にこうライトをつけながら、対光反射の消失であったり、それから心電図のが応答していないといったようなことも確認しながら、あと一人で体をこう起こしたりしながらこう監視していくというこの流れをやってもらいました。で、実際にこういったことをやることで、いろいろ時間の制限とかあるものの、一つこういったことをマニュアル化していくことで、県内で選択肢の一つになるのではないかということで進めた結果です。で、今回の、今度の診療報酬の改定の中でも、この評価が新設されておりまして、看護師さんの方に点数がつくというようなことも出ております。社会はこういうふうな方向に変わっていっているかなというふうに感じます。すみません、時間が短いので先行きます。先ほど伊藤先生からもありました抗原検査キット、すでに、コンボキットなんかも発売されて OTC と、それから体外診断用医薬品として薬局で販売されているものを、小泉先生の、嘱託医をされている徳陽の方にお渡しして、そこの発熱した患者さんに事前連絡をもらって、その結果の写真を確認しながらオンライン診療、そして薬局の方にオンライン服薬指導をしてもらうというような、流れはしていますが、実はまだ、これでやった方は1件しかおられなくて、もともとこのコンボキットがあるということの安心感と、それから実際にこの方を連れて外に出たりとかしなくてもよい、任せなくてもいいというのは非常にいいということでご意見はいただきました。今後公共施設のような学校とかですね、そういったところにあると、学校医との連絡とか、今回もその通知出ておりますけれども、そういうのにこの、作ってきたマニュアルは役に立つんじゃないかなと思っております。そして最後になりますが、これは桜川先生の、おられるこの大館北秋田医師会で取り組んでいただいたものになります。ちょっとここだけ大事なので言わせていただきますと、この赤字のところになんですが、時間勤務という普段一生懸命働いている方々が、家に帰れば育児や介護、朝出るときも自分のご飯は食べずに出かけるといったような、やっぱりどうしても自分の時間が作れない方も、ご自身の体調管理で病院に行くこともあります。そういった方々が、初心からでなかったとしても、かかりつけ医と実際に再診をしてもらう、薬をもらうといったようなことは、有用であるかということを、1月2月で、1月は藤田耳鼻咽喉科クリニックの藤田先生に、そして2月の直近に桜庭先生に参加いただいて、薬局は若林薬局さんの和田先生に、そしてご協力いただいたのがニプロの株式会社の大館工場さんの方にご協力いただきました。実際に事前の予約といいましても、この予約は調整をしておりまして、その方々にプライバシーが一応管理できるというふうに個別に切っていただいた部屋の中に入っていただいて、で、時間になったら、これも今日話題になってますが、時間を合わせて予約時間になったらドクターの方から電話かかってくるということで、こんな感じで話しています。
実習事業の看板をつけて、ちょっとすいません、写真が切れているので上にくっつけましたが、実際にテレビはモニターの目線で、で、明るさもこれまでにいろいろ先生方のご意見もありましたように、まあ、ある程度自然光に近い光を、手元まで明るくなるようにということで、普通のライトをつけたりとかして、進めました。で、藤田先生は、まあ、看護師さんが時間になったら接続をして、で、藤田先生の方で、看護師さんの方で本人確認等をした後で、iPad が渡されて、まあ、先生と一緒に話をするというような、まあ、流れを作っておられて、外来診療の流れでやっておりました。相良先生にも、非常にこの15時からこういった実習授業をやっているということで、お断りが希望を受付ところにしていただいて、流れをきちんと時間を作っていただいて、対応いただいたということになります。薬局の方ではなかなか物の見せられる場所がなかったということで、ちょっと無菌調剤等している部屋の、個室の方に入っていただいて、対応して薬の画像とかを見せながら説明するといったようなことも、していただきました。実際にアンケート調査では、約1700人を超える方々が従業員の中で約400人の回答をもらっておりまして、まあ、オンライン診療の実証経験はないという方がほとんどでした。で、いつか使いたい、使いたい方々を合わせると、まあ、60% 超えぐらいで、まあ、やっぱり診療所で受診したいという方ももちろんおられます。比較的花粉症であったり、高血圧、アレルギーといったような生活習慣が多くて、まあ、健康相談も受けたいという方が、まあ、非常に多いのがちょっと特徴でした。それから薬の受け取りは薬局の窓口に行くか配送でというのがそれぞれ 50% ぐらいで、お金の支払いがオンラインってやっぱりどうしても現金だと難しいんですが、まあ、現金を望む方が割合としては 40% と非常に強いというのもこの、まあ、このアンケートを取った工場の方々の集団の特性だったかと思います。はい、最後にこの中には載せていないんですが、やっていただいた10人の方々に個別にこれを人に勧められるかとか満足であったかというところでいきますと、大方診療というところでは満足、すごく満足いただいて、他の人にもご紹介いただけるという結果ではありました。残念ながらどうしても薬を出してもらえなかった方、要は判断がつかない、検査ができなかったので判断できないという方だったりした場合には、まあ、その薬がもらえなかったということが、まあ、残念ながらマイナス要因になっていて、望んだ形と違っていたというような、まあ、意見もありましたし、あとは工場の中とはいえ、まあ、プライバシーは確保したとはいえ、まあ、そういう職場でプライバシーの話をするのはどうかと思うという意見もありました。いずれにしても、全てがこれで解決するわけではなくて、この秋田モデルというのは、まあ、適材というか、患者さんの選択肢の一つになっていくということを踏まえた上でのあれなので、まあ、マニュアル化がこういったものでできていけばいいのかなと感じております。以上です。はい、岡田先生、ありがとうございました。これからの課題というか、こういうことも秋田県で行っていく実証事業の内容でございます。何か質問とかございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、岡田先生、ありがとうございました。